酒とお花をこよなく愛する滝井です。どうも。今日は何の日かご存知ですか？7月2日は真ん中の日。どういう意味なんでしょうね。こんにちは。今日は田村さんのユーカリのご紹介です。まずこちらがアップルユーカリ。新芽の季節なので傷みにくい枝を選んで出荷いただいてます。ブーケや花束に合わせやすいグリーンの色でおすすめです。そしてこちらがユーカリニコリーです。柳のようなしなやかな枝でドライフラワーのアレンジやリースにもよく使われています。見た目も香りもすがすがしいユーカリをぜひ皆さんの部屋にも飾ってください。よろしくお願いします。実は1年で365日のちょうど真ん中の日にあたるということで、真ん中の日みたいです。半分、シェア、折り返し、真ん中などのキーワードに、みんなで笑顔でお祝いすることを目的としているそうですよ。シェアしてください。なんてね。